こんにちは、ハキゲームズです。ストーリーモードのラスボス戦決戦ネコクッパのクリアの仕方を解説していきたいと思います。よろしくお願いします。スタートしたらヒップドロップでブロックを叩きながら進んでいきます。ファイアブロスが出てきますので炎に気をつけながら確実に踏んで倒していきます。大きいファイアブロスも倒し方は同じです。この辺りから溶岩の中からウーガンが飛び出てきます。もたもたしていると当たってしまうのでどんどん進んでいった方がいいです。マグナムキラーもたくさん出てきますが踏んで倒すか消えるまで待てば安全に進むことができます。この後のネコクッパは炎攻撃は避けて回転して下に降りた時に前に進みます。この後何体か敵が出てきますがジャンプしながら一気に進めば中間ポイントまで行くことができます。この後はノコノコカーのエリアになりますがスピードは速くて大変ですが斜め上の矢印のところでジャンプすれば最後まで行けるようになっています。矢印がないところで敵や壁にぶつかりそうなところがありますがジャンプマットや横向きのジャンプ台がついているので大丈夫です。この後一箇所だけ左に進んでいる時に右に矢印がついているところは自分で武器を変える必要があります。この後も矢印が斜め上の時にジャンプするのは同じですがジャンプボタンをしっかり押して大ジャンプしないと届かないことがあるので注意が必要です。次のエリアに入ったらノコノコカーから降りて透明度カーに入って下のエリアに行き中間ポイントまで行きます。スーパーキノコとワンアップキノコを取って右へ行くとネコクッパがまたいます。先ほどと同じく炎は避けて回転して下に行った時に一気に前に進んで透明度感に入ります。この後のネコクッパの攻撃は奥から手前に炎を出す時とジャンプして横や斜めに炎を出す攻撃の2パターンがあります。このうち横や斜めの攻撃は避けるのが難しいのでできればクッパが奥から手前に攻撃している時に一気に上に進んでいくと楽に進めます。頂上に着いたらネコマリオになることができます。ネコクッパへの攻撃はパウブロックで行います。ネコクッパの攻撃は奥から手前に炎を出す攻撃と石ブロックの上に乗って横方向や斜め方向に炎を出す攻撃があります。奥から手前に炎を出してる時は避けて石ブロックの上に乗ってきたらパウブロックを投げてぶつけるのが基本になります。石ブロックの上に乗ったらすぐにパウブロックをぶつけるとネコクッパの炎攻撃がなくなります。ちなみにクッパが回転している時はパウブロックを投げてもダメージが入りません。パウブロックを4回ネコクッパにぶつけると倒すことができます。はい、無事にネコクッパを倒すことができましたので次のエリアに進んでいます。この後がキノピコが捕らえられているエリアになります。青ブロックに乗ってゆっくり上がっていくとゴールのポールとカゴの中にいるキノピコが見えてきます。はい、無事にキノピコを救い出すことができました。以上、決戦ネコクッパでした。ご視聴ありがとうございました。では。